ガチャって開けてみましょうね。うわすごい勢い。クズラの山チャンネルへようこそ。マックスプレイです。マヤです。ミクソヨツ。衝撃的なことが山に入って4ヶ月目にして起こりまして、我々この山に来てから、この山水脈がない、水がないですよ。そう、掘っても水は湧かないとか、 あとは沢からこう重力をいろいろ駆使しながら水をあげるしかないんじゃないとか、いろんな議論があって、で去年の夏動画を追いかけてくださってた方とか、その大地の山頂って呼んでる大地の上にですね、井戸っぽいものがあったみたいな、あの後日談どうなってんのみたいなこととか、いろんなことがごちゃっとしてると思うんですけど、井戸こちらです。これで出てきたやつです、あの井戸なんですけど、結局湧いてませんでした。水が湧き上がってはきませんでした、まあ残念ながら枯れた井戸であると。まあ枯れた井戸っていうか、そもそも井戸じゃなかったんじゃないかっていう説の方が濃厚ですね。ただのため池、でじゃあこの山の人は何十年も前どうやって水を使っていたんだみたいな、まあ塩ビ管がこう地面の下に埋まってたりとか、いろんな形跡は見え隠れするんですけれども、その一端が見つかったかもしれないっていうのがこれ。場所だけ紹介しましょう。まずちょっとカメラこっち振っていただくと、竹炭窯、この小屋がこちらでございます。この小屋の横のね、我々がなかなかこう踏み込んでない小屋があったと思うんですけど、その小屋の横にあったこの鉄の塊、これです。これがなんと雨水タンクだったんですよ。容量がだいたい500リットルか600リットルだっていう想定なんですけど、ここに蛇口があったんですよね。でこの蛇口を4ヶ月間誰一人としてひねってきてないんですよ。何が出るか分かんないから。で先日私の古くの同僚がちょっと遊びに来まして、でその遊びに来た時に、あれ水で困ってるんだったらこれは何なんですかと、これ雨水タンクじゃないですかみたいな感じで言って、出るんじゃないですかって言ってひねったらめっちゃ水出たんですよ。ドバドバドバってね。ただ茶色い水が、ただ10秒15秒するともう本当に透明な水がブワーって出だしまして、でこれちょっとひねる前にですよ、これ上登りましょう。はい、これタンクの上ですが、ガチャって開けてみましょうね。うわ溜まってる溜まってる。これ茶色い水がちょっと出たんで、昨日蛇口を開きまして一回空っぽにしたんですよ。で今日偶然雨なんですね。で雨が降っていて、この雨水が雨どい経由でここにずっと溜まり続けてて、雨降り始めてその土砂降りじゃないんですよ、言ってまだ2時間ぐらいしか経ってないのに、もう15センチ20センチ雨が溜まってる。でこれね、あんだけ溜まってれば出るでしょ。あ、電話。あ、出た。もっと回すべき。うわ、すごい勢い。これは水道っすね。ちょっともったいないから閉じますよ。これは水道。水道だ。やった。これ、大拍手ですよ。水道。やったー。もちろん飲み水とか料理に使う水とかは引き続きやっぱり下からこうミネラルウォーターなりを買ってっていう感じはこれからも継続だと思うんですけど、これ貯めたらですよ、お風呂で言ったら風呂釜2回分じゃもっと余るわ、3回分以上、ここはあったかいお風呂がいいんで、ちょっと湯沸かし器をつける必要があります。あ、じゃあそれは湯沸かし器をつけていただければ、もうつけましょう。すごい水問題が解決したというか。でこの雨どいの方見ましょうね。この雨どいなんですけど、そこからここまでぶっ壊れてるんですよ。ですし、あと雨どい自体もちょっとぶっ壊れてるんで、今ご覧の有様なんですよ。すごい、なんというバランスで立ってるのかわからない。そう、応急処置。これちょっとした風で、あ、もうダメです、ダメです。あのここが外れるんですよ。もうそこが外れた瞬間に、そしたらもうこの受け皿がバコって外れて、もうダメです。30分ぐらい試行錯誤した結果、これが一番安定するっていう、そういう結論なんで、ちょっと早くねホームセンターに行っていろいろ装備を整えないと。ちょっともうちょっと引いた感じで見てほしいんですけど、この建物なぜか中2階建てみたいになってますよ。2階に上がる階段なんか1個もないんですよ、はしごもないんですよ。ただ空気が中から外に出るように天井のところにもの、はい、
あるんだよね、空気口みたいなやつがね。ほんとこの建物謎なんですけど、この瓦屋根のところ、このトタンのところ、この面積分からの雨があの雨水タンクに入ってる。この面積分の、そうですね、一応そのはずなんですけど、ちょっとどうかなっていうところはありますけど、でも土砂降りでも何でもないこの程度の降水量であれだけ溜まる、10センチ20センチ溜まる、すごいね。私も感動している、打ち震えている。ちょっとそこの下にまたさらにあのタンクをつけて、向こうのタンク、このタンクの下にですね、またタンクをつけて、さらに水は溜めれるように二重三重にして、そうそうそう、そうすればもうあの夏場に畑に撒く分とかもあったりとか畑を、まあ、そうですね、この右がハーブ園じゃないですか。右がハーブ園、そうですね、ハーブもあの水あげないと枯れちゃうんで。水問題を解決するのは本当にアナログな方法だった。大変ですよ、文明の危機、さまざまな工作機器、科学の結晶、それらを使ってこの山頂に水をあげるっていうのはできるけど高いから、大変、何十万かかるから、何百かもしれない本当に。こんなんでいいの？ちなみに大昔の人がそれを作る前、これを作る前はどうやって水を使ってたかというと、こちらのあれだったっぽいっていう。なんじゃこれは。貯水、薄い、薄い。鉄の前の時代か。そう、鉄の前の石器時代石の時代は多分これでやっていた。いや、なんか年月を感じますよね、人の進化。まあ、これよりはあっちの方がいいですね。絶対いいでしょ、蛇口がついてるし、むやみに蒸発しなそう。確かに、ゴミも入んないし蓋がついてるから。まあその農家の方とか、結構山林で仕事を日常的にされてる方とかで、やっぱり山の中に水道がないっていうのは当たり前だと思うんですよ。井戸整備する前とかね、それも本当大変な苦労が多いと思うんですけど、いざ整備しちゃえば当たり前じゃんとかって思われるかもしれませんが、あの我々のように東京からこうね、普段はパソコンとしか向き合って仕事してない面々がこういうのをこう目の当たりにすると、本当にどえらい感動するわけです。これをですね、皆様に紹介したくて本日カメラを回しました。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。水問題、まあ結局雨が降ってくれないことにはそこまで解決、根本的なもう 100% 解決にはならないんですけど、あのかなりの雨量が貯めれるということでだいぶ解決しましたというご報告です。最後のご視聴ありがとうございます。ぜひ高評価チャンネル登録もお願いします。こちらのボタンからチャンネル登録してください。次の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。